演武会本日はじゃあファミリーマートの肉巻きおむすび串を食べたいと思います。肉巻きおむすび、まあ、こう生増しお醤油ダレがかなり香りが食欲をそそりますね。ではいただきます。もう美味しかったんですが、ちょっと薄めで存在感が弱かったのが残念でした。もうちょっとお肉は分厚かった方がいいと申しましたね。というわけでお茶を提出していただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。